ロバート・シェルドンはアメリカ合衆国の作曲家、指揮者。16歳の時、高校のジャズバンドのために初めての作曲をする。マイアミ大学でクリフトン・ウィリアムズとアルフレッド・リードに指導を受け学位を取得。フロリダ大学でリチャード・ボールズに指導を受け修士号を取得した。教育者としてはフロリダ大学やフロリダ州立大学、ブラッドリー大学などで教鞭を取った。 2003年からアルフレッドミュージックの吹奏楽部門の出版責任者を務めるほか、クリニシャンとしても活動し、全米各地で講演や式を行っている。作品の中心は吹奏楽曲や還元楽曲であり、特に教育的な意図の難易度を抑えた作品が広く受け入れられており、楽譜や著者の部数は計200万部を超えている。 後藤用は、いささか創造的な活力に乏しい昨今のアメリカの吹奏楽界にあって、良質な作品を生み出し続けている数少ない作曲家の一人と述べ、その創作について、火星の豊かさ、響きの美しさ、表面的な効果よりも、音楽的な中身と教育的な意味を優先するポリシーと形容している。カレンデシモンバンドコンポーザーシリーズ。 robertsheldon-blogs.jwpepper.com2020 年1月8日閲覧 aboutrobert-robertsheldon.com2020 年1月8日閲覧ロバート・シェルドン、後藤博士、史上最6音楽教育としての吹奏楽を語る バンドジャーナル2017年9月号、P31 から32。welcome-robertsheldon.com。2020年1月8日閲覧。バンドミュージックレペとは、バンドジャーナル2017年12月号、P148。バンドミュージックレペとは、バンドジャーナル2018年11月号、P146。 ありがとうございます。